始めましょう。速読から今日23らしいの23。いつもの通り運動動詞追いながら話をとってください。4分でタイマーかけます。始めて。私と答え合わせ始めているかと思いますが、まだの人もあと 1,2 分で。それから読みに注意したいの見るが出てきてますが、見るって読んだり見るって読んだり、受け身の助動詞になったり意味がいくつかあるので、品詞も合わせて本文の中でよく確認しておきましょう。先週鬼幽霊に関する漢文の話を2つ読みました。で、ジャムボードを使って比較をしようっていう話をしてあります。で、お話読んでない人いるので、この後ちょっとハンデフィードバックをお願いします。で、今日もう一個、雨月物語に出てくる日本の幽霊と漢文の幽霊を比較しようって思っています。各班でジャムボード横軸は作っちゃいました。裏飯屋の度合いで分けてください。もう一個は縦軸、ここは各班で項目を自分たちで決める、共通で入れられてかつ差が出る項目を立ててください。で、前半これ班で作業で、もう一個今配ったプリントの裏側に問いのところに立てましたが、鬼幽霊について本文や既存の知識、今まで持ってた鬼のイメージとかねを踏まえて認識の変化を、レポートでまとめようと思っています。それが後半では、班になっちゃうか。3つお話が出てきたので、宮城、それから住職に青ずきんと最後のイソラを、この間の漢文の鬼3つ、売られちゃった鬼と新式死んだばっかりの鬼と、なんだっけ、友の鬼勇気、だから全部で6個を仕分けてください。じゃあグループになって開始。どうする、裏飯だと思う。なんかそこんとこ裏飯でも、裏飯でも買っちゃうよ。日本ダメだよ。なんか新式はなぜ悪いこと、真ん中ぐらいかな。あー、おっしゃって立ててみて仕分けられるかどうかをやってみればいいんじゃない。漢文と宮城はあんまない。分析レポートのアイスルーブリックで作ってみました。やれる範囲でいいを目指して頑張ってください。漢文の小説と雨月物語の小説とだいぶこうテイストが違ったと思うんだよね。で、その違った原因を考えてほしいなって思っていたんですけど、漢文の小説ってなんで死んじゃったかっていう話は一切出てきてない。幽霊になっちゃったよっていうところがスタートだけど、雨月物語見てもらった動画は生きてた時にこうだったよっていう話から、どうして幽霊になっちゃったのかっていう展開の仕方だったと思うね。そこが大きい違いじゃないかなっていうふうに私は捉えて、縦軸考えられるといいかなって思っていました。話のポップさ加減とかもだいぶ違うけど、その原因ってそこじゃないかなって。ベネッセ。